平安貴族の別荘地だったことでも知られる嵐山。現代でもその優雅なひとときが過ごせる場所として訪れていただきたい嵐湯。渡月橋へと続くメイン通りを一本外れ、静かな路地に入れば京町屋に嵐湯の看板が見えてきます。足湯には季節の花を浸し、その美しさや香りは四季を感じさせます。足湯の後は竹を使ったオリジナルフットマッサージ。セラピストの高い技術力と心からのおもてなしで旅の疲れを癒します。時間を忘れ、身も心も洗われるようなひとときをお過ごしくださいませ。